はい、こんにちは、みちみちです。本日もよろしくお願いします。はい、プリンちゃんじゃなくてこれなっちゃんの子供が14日目になりましたね。14日目、もう目もね開いておりますね。今ブロッコリーとか食べてくれてますけど、やっと14日経ちました。うっすら目開いてますね。ですね、この本によるとですね、3週間ぐらいでほとんどの子供たちが離乳しますって書いてあります。親離れまであと少しって書いてありますね。3週間ってことはあと1週間ですね。あと1週間したら親離れみたいですね。離乳も終わるみたいですね。もういらないかな。まだよちよち歩きなんですけど、とても可愛いですね。あとですね、離乳が済んだら大人のハムスターと同じように、ペレット中心にバランスの取れた食事を与えましょうって書いてあります。1ヶ月ぐらいしたら子供のハムスターたちも1匹ずつ個別ケージに分けてくださいってなってますね。これはキャンベルハムスターの赤ちゃんたちのやつなんで、ちょっとロボちゃんとはちょっと違うかもしれませんね。何食べる？今日はね、豆腐は入ってないんですよ。お、喧嘩してるぞ。そろそろゲージもね、ケージもちょっと掃除したいなと思ってるんですけど、人参いってますよね。あれですよね、煮干しってなかなか食べてくれないんですけど、やっぱり赤ちゃんのうちからねあげてるとやっぱ食べてくれますよね。今まではね人参煮干し残ってたんですけど、最近の子供たちはね大きくなっても煮干し食べてくれるようになってますんで、やっぱり最初の教育でしょうかね、好き嫌いないように食べさせるみたいな。まあ子供、人間もそうですよね。子供の時好き嫌い多いとやっぱ大人になっても食べれませんので、そんな感じがいたします。
はい、といったわけで本日の動画は以上になります。なっちゃんの子供たちが14日目になりましたという動画ですね。はい、14日経ってね、ちょっと触れるなんて書いてありましたけど、すごい嫌がるんでね、まだちょっとやめときますね。はい、では最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画もよろしくお願いいたします。それではさよなら、さよなら、さよなら。